ジョセフ・ウォードはアメリカ合衆国の牧師、教育者であり、サウス・ダコタ州での教育拡充に貢献した。サウス・ダコタが就職格するために大いに尽くした。ウォードは1838年5月5日にニューヨーク州ペリーセンターで生まれた。公立学校に通った後に教師と農夫を務めてからマサチューセッツ州アンドオーバーにあるフィリップス・アカデミーに入学した。 ウォードは、ブラウン大学とアンドーバー神ミ学校を卒業した。牧師の助任を受けた後の1869年に、ダコタン州の首都ヤンクトンに赴任し、教会活動を組織し指導した。ウォードは、公立学校を開設する資金がなかったので、私立学校を開設し、これがヤンクトンアカデミーとなった。この学校は後に公立に移管され、 ダコタでは最も初期の高校になった。ウォードはミシシッピ側の上流一帯では初めてのカレッジ施設となったヤンクトンカレッジ設立の主導者となり、その学長を務めた。ウォードはヤンクトン教育委員会の初代委員長となった。また1879年にダコタ精神病院設立にも貢献した。ウォードはサウスダコタが就職格するための運動の指導者となり、 様々な協議会の代表を務め、またアメリカ合衆国議会に、州承格を請願する1885年委員会の委員になった。ォードは憲法草案の大半を起草し、憲法制定協議会議事録を作る委員会の委員長も務めた。州の標語である、神の下に人民の規則を作り、州承の説明を書いた。1889年の最後の憲法。 制定協議会の時は病に倒れて出席できず、サウスダコタの就職格が認められた、数週間後に当たる1889年12月11日に、死んだ。サウスダコタ就職1963年、サウスダコタ州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の、国立彫像ホールコレクションに、ボードの大理石像を寄贈した。ありがとうございます。